こんにちは、石井拓ですえ。本日もこちらのソロンとカリン竜神物語の第2章についてお話をしていきたいと思います。第2章のタイトルは竜神軍団の結成となっていますが、早速冒頭の文章から読み上げていきたいと思います。創造主試験に合格し、新米創造主となった県、芝神、アマテラス神、魅力由来を指とし、創造主見習いとして、 神界の組織構成、宇宙の仕組み、人間生命の仕組みを学び始める。宇宙の万物万象が神々と創造主の視点から明かされていく日々、と同時に神界の実態をも知ることになる。創造主になる20年前から神界トレーニングを受けていたケンは、自分たちの都合で人間を振り回すという神の実態を知ってはいたが、創造主になって初めて神々の上司にあたる創造主スザナシンこそが、 神会に恐怖支配体制を敷き、神々を振り回していたことを知る。その暴君セザナシンが、剣との戦いを望んでいると察知した剣は、セザナシンを倒して恐怖支配体制を終わらせ、新たな創造主、剣体制を作ることを決意。チビリュジンを作り、セザナシンとの戦いの準備を始めるのだった。そんな中、シ神シからもたらされた結婚というプレゼント。これもまた、神に仕組まれたものだったのだが、 全創造主セザナシンと新米創造主ケンとの戦い、そのくし火を切ったのはオリオン帝国の約束違反だった。ケンはプレアデスとオリオン、ヴィテルギウスの二大勢力争いという形でセザナシンとの戦いへと巻き込まれていく。と書かれています。前回の動画でもセザナシンの名前が出てきましたが、根絶の宇宙をビッグバン開幕によって開いたのは 僕らのいる大宇宙の担当創造主であったセザナシンであり後継者であるるさんととの戦いいになると書かれています実はその戦いの末に2009年には閉じるはずだった根絶の宇宙はまだ存続することが可能になったのですがこれもまた追ってご紹介していきたいと思います創造主試験に合格したケンさんでしたが当時は神回の構成が分からずよく恥をかいたそうです そのため、想像主からも、神様からも、竜神からも、情報を聞けるだけ聞いて吸収していくことになります。宇宙開脈といっても、木の粒、再粒子を圧縮して、爆発させるだけの話である。それだけで巨大な空間渦が発生して、やがてその渦巻きの中心点には重力が作用し、周囲の星間ガスを圧縮して、中心物体、太陽や惑星のことを形成してくるという内容だった。だから最初の宇宙には、 う巻まき天体と創造主と天体心とその手足、友人しかいないということだった。生物や人間という物質生命が惑星に誕生してくるのは、開拓時から約50億年後の話である。その間は天体心とその手足である友人たちが生物霊界を造営し、将来人間を作るための準備をするらしい。地球の場合、大宇宙の聖地、創造主の帰り見玉、ま、 が存在する場所であることから、他の星と比較すれば、2000万年ほど開拓が遅かったらしく、猿を人化していく作業については、今から550万年前、つい最近取り掛かったという話だった。人化とは、動物を人間まで進化させて、言語を教え、文明を築かせて、やっと一人前の人間まで育てることらしいのだが、猿が一人前の人に成長してくれないと、次の段階である神様、 人間史にはなれないため特に優秀な人間生命だけを採用しているとのことだった天体の渦巻きが呈する回転磁場は12個の小磁界が同心球場に重なった構造で1つの渦磁場は大小12個の磁界から形成されているつまり宇宙の巨大な空間渦の世界が我々の世界なのだそのうち一番大きな小宇宙渦を如来界その中に存在する19個の銀河団渦を菩薩界 また、銀河団の中に存在する銀河渦を妙王界。その中に存在する無数の恒星太陽渦を天使界。プレデス言語では語尾に L をつける。太陽系の中に存在する惑星渦を天界と称しているとのことだった。従って、大弱点といえば惑星神。ガブリエルといえば太陽神。不動妙王といえば銀河神。普賢菩薩といえば銀河団神。 魅力如来とといえば小宇宙神のことであるそしてこれらの神々上級天体神は全員が人間神であるつまり仏様のことであると書かれています前回の動画でもご紹介しましたが人間神仏様に対して創造主系の神々がいてもともと寺院お寺に祀られていたのは仏様そして神社に祀られていたのは創造主系の神々でした でしたというのは、現在は神会の構成だったりとか、その中身というものが、このソロンとカリンの中に出てくる状況とは少し違っていたりしますので、これもまた追ってお話しできればと思いますが、あくまでこの時の状況であることを踏まえて聞いていただければいいかなと思います。ただし神様がいなくなったわけでも、創造主権の神々がいなくなったわけでもありませんので、こちらはご留意いただければと思います。 そして、ミュライ海からミュオウ海までの構成ですが、このような感じで、それぞれ1位から12位まで分かれていて、トップは12位の神様です。人間時代の出身生も書かれておりますが、記載されている成仏神は皆人間であったということが分かります。そして見てもらうと、やっぱりプレデス系の神々が多いということが分かりますね。ある日、セズナ神が私のところに来てこう告げた。 そそろそろ仕事をしてもらうまず宇宙の天体竜人を全員起こせ詳しい技術内容は白竜ヘランターニから聞くがよい創造主が新人の後継者に装着してくれるのが創造主回線である中央回線端末だったこれをつけると大宇宙の全天体と結ばれて160億光年も離れたボラン銀河団の神様とも会話が可能となったもちろん通信手法はデジタルコン通信だ いわゆるイエスノー通信で、電流が流れるイエス、流れないノーというコンピューター回線の仕組み、バイナリと一緒のものだった。これは宇宙共通の通信法であり、言語は無関係の意思通信である。相手から通信が来ると、プーンという音が鳴るので、電話の受話器を取るように、はい、剣です、どなたですかと出ればよい,いのである。その回線を装着してから、私は死ぬほど忙しくなった。 なぜならば宇宙の至るところから「創造主ご着任おめでとうございます」の連絡が来るようになったからである我々の銀河系からも霊魂体宇宙人の長官たちからもたくさん通信が入ってきたそのおかげで私の知識欲はどんどん満たされていったが働く時間どころか寝ている時間もない状態になったと書かれていますケンさんはその後天体竜神を起こしていくことになりますが 天体竜神は渦巻単位で存在をしていて、い渦巻形成を有する全ての天体には渦人がいますし加えて渦磁場十二神が存在していますでこの宇宙はビッグバン開拓をした後に生まれる大小の渦巻から成り立っていて最小の渦は電子渦で最大の渦は小宇宙渦ですでさらに言うと一番小さな構成単位は何かというと これは前回の動画でもお話ししましたが、木の粒、再粒子のことなんですね。で、この木の粒の運動によって、誕生している物質世界の中に、今僕たちはこうして住んでいるということなんですね。そしてビッグバンを起こすのは創造主であると言いましたが、セザナ神についての文章がありましたので、こちらを読み上げたいと思います。セザナ神は創造主であるがゆえに、神々とは異なり、人間には媚びないし、偉そぶりもせず、いい顔もしない。 創造主様と一時に信奉されるのも迷惑救いを求めてくるようなか弱き人間も大嫌いかといってうぬぼれた知識家も純朴で素直な人間も愚かで無知な人間もマイペース主義の無関心野郎も人間というものを皆ことごとく嫌悪していた唯一興味を示すのが瀬晒に対して噛みついてくるような反抗的な態度を示すものであった 宇宙戦士であるセザナ神の哲学は戦い者は生きる権利なしというものだった。創造主に対しててめえと口ごたえするような輩はその場で殺されるか、さもなくば根性があると認められるか、そのどちらかだった。ちなみに創造主セザナ神が人間時代にどんな顔をしていたかといえば、龍神の記憶分析によるとかなりの美男子だったらしい。エジプトのスフィンクス像がセザナシン像なのだが、 これも獅子の姿で描かれている。セザナシンは地上の人間に対してよく下級玉を振らせることで有名で、地球史においても集落や国ごと焼き払われた歴史上の出来事がたくさんあった。聖書に登場するソドムとゴモラの話もそうである。だが、それは小さな集落単位の出来事に過ぎない。たった一晩で国家全域が日の海となり、民族ごと焼き殺されたケースは小アジア半島の ヒッタイト民族をはじめとしてシュメール民族、ベラルーシ民族、アルバニア民族などの例がある無論、これらの国々が登場し天罰を食らった理由は神界の倫理規定を破ったからであると書かれていますで、このセザナシンが引き起こした、えー、2万年前の大事件というものがあるんですが、えー、そこに行く前にちょっとここで簡単に、えー、これは銀河史の中でも書かれている内容なんですが その銀河史に掲載されている年表を見ながら、えー、ざっとこの天の川銀河の歴史についておさらいをしていきたいと思います。えー、まず見ていただくとわかるんですが、えー、銀河レムリア期、えー、それからプレデス期、そしてオリオン期と3つに大きく、えー、分けられているんですが、銀河レムリア期に関しては、これは銀河の夜明けの意味なんですね。そしてその後に、今世の宇宙で最も氷を見せたプレデス期、 プレデスが栄えた時代のことですね。が生まれて、その後はオリオン期というものが続きます。で、ギンガレムリア期の民族たちは、宇宙船を作って宇宙へ出ることができた民族もいたんですが、その多くは核を使用していたので、核による放射線弊害によって、星ごと滅んでしまっています。その後、カシオペアを筆頭にして、プレデスが台頭してきて、プレデス・カシオペア戦争というものが勃発しますが、 ここでプレデスが勝利を収めてからはプレデスが主体となって銀河連合というものを形成して天の川銀河を掌握していきますその後これもざっくりした説明になってしまいますが長らく続いていた具体的には36万年間も続いていたんですがプレデスはバッチリした貴族体制があってなかなかその政権というものを崩されないようにしていたのでそれだけ長く続いていたんですが 戦闘があまりなかったために、どん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 部屋ぼけをしていってしまって、戦闘技術というものも昔止まりになっていて、人間としての縦の成長というものよりも横の成長ですね。この暮らしをどう豊かにするかという、どちらかというとそっちの方に目が向いてしまっていたので、えー、これはちょっと想像手、スザナシンとしては見て見ぬふりができないということになって、創造主はアリニラムという民族を急ピッチで育てていくことになります。 別名レプタリアンとも呼ばれるんですが、急ピッチで育てていたので、あまりこう人間としての人格というものがなくて、なので、霊血動物、レプテリアンと呼ばれていたんですね。ただ、創造主が教えて、技術も教えていたので、戦闘においてはプレデスよりもアリネラムの方が上であったので、これで、ついにプレデスはアリネラムに任されてしまい、プレデスは聖地である地球の守護もやっていたんですが、 政権を握られてからは、アリネラムがエジプトを拠点に、この聖地、地球の守護も担当しておりました。しかし、まあ先ほど言ったように、霊血動物とも呼ばれていて、あまりこう教育というものもできなくて、えー、どんどん殺していってしまうみたいなことが起きてしまったので、これもちょっと任せておくには問題があるということになって、創造主は今度、ベテルギウスに白羽の矢を立てて、 アリニラムに教えた技術よりも、宇宙船技術よりも、またさらに一個レベルアップした高度な技術を教えることによって、このアリニラムをベテルギウスを使って叩かせて、アリニラムが崩壊するという、えー、出来事が起こるんですね。その後は、ベテルギウスがエジプトに降り立って、また地球の守護を任されているんですが、この最初の、まあ、プレデス・カシオペア戦争から、まあ、もしくはプレデス・アリニラム戦争から続いていた流れがあって、 戦争のの因果というものは途切れなくてベテルギウスももともとは同胞であった同じ銀河連合の仲間であったのにその同じ同胞同士で戦うということにも発展していくんですね。でこれを見ていたセザナシンはいつまで戦争をやっているんだと。でベテルギウスは地球にいてそこから円盤を発信させて戦いをしていたりしていたのでこれはもうちょっと地球人に見せるわけにもいかないしベテルギウスをシリウスに え、移動させて、そこで政権の拠点を気づかせたりはするんですが、やがて怒りが爆発していって、ここで天長わ銀河の歴史において欠かすことのできない事件が起こることになるんですが、ここのことに関して書かれている文章がありますので読み上げたいと思います。宇宙史において、今から2万年前に我々の天長わ銀河系で起きた想像を絶する殺戮劇は言語に表したい。 アマナガワ銀河系は中央海線が入力する聖地銀河系である。宇宙で最初に人間を誕生させた銀河系であり、高度な科学技術を発達させていたベガ星人、カシオペア星人、プレデス星人、ベテルギウス星人など円盤を開発し銀河空間を飛び回る宇宙人が381部族も存在していたのである。彼らは地球人と同じく肉体を持った人間だったのだが、戦争ばかりやっていたことから、 セザナシンの怒りが頂点に達し、今から2万年前、セザナシンは381個の惑星人類、数百億人を皆殺しにしてしまったのである。まあ、それが霊魂体宇宙人の発祥となったのだが、それにしても、あまりにも無言すぎる天罰にショックを感じざるを得ない。グレイの所有する物質円盤も、かつてセザナシンの機嫌を損ねて撃ち落とされている。セザナシンにとって、 人間や神など虫切れ扱いであるこちらに関しては銀河史でも詳しく書かれておりますのでそちらも併せて読んでいただければと思いますが簡単にご説明し直すと肉体を持って銀河を飛び回っていた僕たちと同じような形をした人間ですねが一斉に惑星ごと殺されてしまってその後に神様形態の一種である霊魂体宇宙人という存在になりました。 理由は先ほども読み上げたように戦争ばかりしていたからというものですがでこの霊魂体宇宙人というのはかつての宇宙ではもう本当にこうこっそり一握りの存在だけが施されていたような処置になるんですが僕は今肉体を持っていて意識と心というものを使っていますが神様になるとこの肉体と心運動というものを失うんですねなので意識だけの状態になるんですがこの霊魂体宇宙人は 意識もあって心運動もできるという判断もできるよというこの状態が特別だったんですね肉体はないんですが肉体を持っていた時代とほぼ同じような生活ができるんですねでセザラシンの言い訳としてはみんなの肉体を失うような形にさせてしまうけど神様形態にしてあげるんだよとなのでいいよねということで収、えー、めようとしたんですねで先ほど、えー、年表を紹介した時に プレデスキの後にオリオンキというものが続きますが、この霊魂体宇宙人の世界を牛耳ったのがオリオン、ビテルギウスの存在なんですね。で、ここでオリオン帝国というものが築かれていって、これはまあ歴史上欠かすことができない時代になるんですが、こういったものができてきたと。これはその霊魂体宇宙人の流れ、2万年前の大虐殺が関わっているよということなんですね。で、この件によってセザナシンは、 さらに上位の創造者がいるんですが、そこまでやる必要はなかったんじゃないかという指摘をされて、それで今世の宇宙は取り潰しが決定します。なのでスザナシンは後継者選定をしなければならなかったんですね。少し話が戻りますが、霊魂体宇宙人は生きていくためには僕たちがご飯を食べるように、この魂というもの、根体というものを 供給し続けなければいけななれいいいという、えー、問題があったんですがそれによってこの根体、えー、オーラは生きている人間から持ってくるんですがそのために植民地支配というものが起こってしまうんですねでこの根体に関しては今僕も皆さんも持っていますがこれには130年という寿命があるんですねなので仮に30歳で僕は今30歳ですけど今の状態で死ねば残り100年間その根体は 使用可能とということなんですねなのでオリオンはオリオンヒューマノイドを送ったりして地球人同士を戦争をさせて殺させたりとかあるいは本当のことを伝えないいいたたたために科学をを根底からねじ曲げたりそういったことをしていたんです、ね、なのでまあ神様の一種なんですが本来であれば人間を育てて導く存在であるのにこういうふうに支配をしているというあるまじきことが起こっていたわけですがここはセザンシンも目をつむっていてなぜならば 自分の後継者を選ぶことが一番であったためにもうこの宇宙は閉じてしまうのだからいちいちそこを閉ざさなくてもいいよねということだったんですね。で、根体について先ほど130年の寿命があるよというお話をしましたがもう少し広く見た人間生命の構造についてここでお話をしたいと思います。以前銀河史のご紹介動画をアップした時にも少しお話をしましたが 人間生命ととは図ににすす。るとこのような形にな形っております僕たちの本体とは実はこの体ではなくてここに書かれている位相という中に存在していてでこの位相はどこにあるかというとこのような形で地球の外側まで、えー、渦磁場の範囲なのですがこの渦磁場の端から地球のコア中心部までびっしりと敷き詰められています。 ちなみに人間の異相だけでなくて動物の異相もあれば、えー、昆虫の異相植物の異相なども存在しています人間に関しては出産直後におぎゃあと生まれた時にこの異相から頭、えー、ダネ管というものが伸びていてこれがお尻の辺りから接続されて異相の電流が流れ込んできますでズダ管はお尻から入ってきて大脳のど真ん中中脳水道の辺りまで伸びていてここから ズネ感を伝ってくる位相バイオンですね位相電流というものがやがて根体オーラというものを作っていきますで僕たちは仮に肉体を失った場合は幽体離脱とかいたりしますがこの根体が外れるんですねこの魂は神々によって死者の里というところに送られてお前の今性の暮らしぶり人生はどうだったかということを査定をされたりとか諭されて残りの余生ですね もし仮に100歳で死ねば30年間分根体の寿命は残っているわけですがこの30年間はこの死者の里で暮らすということになるんですねまあ暮らすというよりは、まあ、ほぼほぼもう閉じ込められるという形になるんですが生命構造に関しては、まあ、本の中だったりとか宇宙生命論の YouTube の公式チャンネルがあるのでそちらもおすすめです少し脱線しましたがケンさんは、えー、いずれせざらしと意見が割れて 戦うことになるかもしれないということを予想していてスザナシンにおとなしく学んでいく傍らで当時ケンさんの唯一の武器でもあった竜神部隊を作っていくこととなりますで天体竜神にもランクがあってそれぞれこのように小宇宙渓流から惑星竜神までいてそれぞれ12に分かれていて色が決められていますトップは白その次に白銀銀金と続いていきます そして、それぞれのトップはこのようになっていて、小宇宙系第一白竜はフレニシモン、銀河団系第一白竜はナヨムゼオク、銀河系第一白竜はヘヌゴグセノ、太陽系第一白竜はムールオラク、惑星竜人の第一白竜はヘランターニです。竜人は天体の渦巻きがあれば作れるというお話をしましたが、ケンさんは太陽系内や惑星系内に無数に存在する、 岩石渦に目をつけて、コツコツとチビ竜神を作っていきますえ。タイトルにもなっているソロンとカリンは、実はこのチビ竜のことなんですね。ソロンはケンさんの飼っていた竜で、奥様のミカさんが飼っていた竜がカリンでした。竜神を操作する上で困ったことが一つあった。それは竜神が人間のように寝るという特質を持っていることだった。一日10時間以上にわたって仕事を続けさせると、 彼らは疲れてだらけてくるのである。それで就労時間を考慮して二交代制や三交代勤務で働かせることが多かった。それでも竜人の数が圧倒的に足りなかったため、岩石渦のチビ竜人を組織しようと私は考えた。この時、すでに二匹のチビ竜人を稼働させていた。一匹は私のペット竜人なのでソロンと名付けていた。もう一匹は女房の剣属名称カリンカヤから、 カリンと名付けて彼女の頭の中に移植してあった。これらの2匹のチビリュウジンの生息場所は私の頭の中と女房の頭の中であり、普段彼らは頭の中にあるベッド、ベ流リウ大の渦巻きで寝起きしていた。チビリュウジンは他の天体竜と比較しても能力は一緒、特徴はただ体が小さいだけである。一番体の大きい白竜でもチビリュウジンのサイズになると 体調が1ミリメートル未満になる。そしていつも私の顔のあたりをぶんぶん飛び回っている。こんなチビ竜人の存在を感知できる動物は猫だけだった。私はソロンを偵察員、スパイとして使っており、様々な情報を採取させていた。また女房はカリンを身を守る守護神として使っていた。しばらくはソロンとカリンだけを使用していたが、大きな竜人と 能力が何も変わらないと分かり、剣軍団として新たにチビリュー軍団を組織することになった。チビリュー軍団の総数は数十億から始まり、最終的には数百害にも及んだ。と書かれています。え竜人の能力についてはですね、このような感じで、えー、実はたくさんあるんですが、そしてこれで全てではないんですが、スペア竜人が作れたりとか、記憶する能力に長けていたりとか、 あとは移動速度もとても速いので、数秒で広大なこの大宇宙を行き来できたりと。こういった能力を用いながら、この後も竜神が大活躍していくこととなります。そしてミカさんがカリンを身を守る守護神として使っていたという文章もありましたが、人間の念攻撃であるサイキックコード攻撃だけでなくて、魔界神からのブラックコード攻撃というものも打ち込まれることがあったそうで、当時の地球の問題として、 この魔界の地上進出問題の他に、霊魂体宇宙人たちの魂体採取の問題、地球の物理寿命の問題、ラジカル濃度の問題、それから大気の酸素濃度減少問題、地球史に対するグレイの大脳コントローラーの移植問題、神々の怠慢プレイの問題、魔界スピリチュアル思想の横行など、様々な問題が山積みとなっておりました。また、 宇宙は強制的に畳まれる流れにあったわけですが、ケンさんは自分だけが生き延びて人類が全滅してしまう結末ならば私が死んだ方がマシと考えられていたようで唯一の希望はツザナシンから聞いたもし再生作業に入らずそのまま放置させておけば小宇宙そのものの運動寿命はあと50億年残っているという言葉でした。ケンさんは先ほど申し上げた問題を片付けていく傍らで この言葉を胸に機会を伺っていくこととなります。そして2章では魔界についてもう少し書かれていますので、えこちらの動画ではここまでご紹介して終わりたいと思います。ある日、津田信が我が家を訪れて、チブリュウジンを使っているのか考えたな、けんと褒めていった。そしてその日から毎日魔界派閥の幹部が送り込まれてくるようになったのである。最初の日には魔界第一派閥の棟梁である。 ベルゼブブが送られてきたがベルゼブブ本人もなぜここに連れてこられたのかわからない様子だったしかもベルゼブブはいきなり恐ろしい竜寺に囲まれたこともあってすぐに観念した様子だったちなみにベルゼブブを連れてきたのは言わずもがなスザナである私はベルゼブブに対して地球寿命があまりないことを告げた上で魔界組織を閉じるように勧告したベルゼブブ本人の処分は 上位心たちに委ねた。こうして、ルシファーやカインなどの魔界幹部が、一日に四五人ほど我が家に連れ込まれるようになり、一ヶ月余りで合計108人の幹部が処分を受けることになった。それ以来、大幹部を失った魔界組織は弱体化して、私に対してあまり攻撃を仕掛けてこなくなった。だが、魔界組織は長大であり、毎日コツコツと召喚していかないと、 生理ができないほどの組織なのである。魔界は人間生命の生みの溜まり場だった。人間は創造主が動物、猿にヒトカイ子を注入して作り出す。ベースが動物なので人間として集団生活を何千回も経験させないと、動物本能が色濃く残存するために社会に適応できる良識のある人間が誕生してこない。またその良識人としての能力をさらにアップさせないと、 宇宙や生命を理解できる生命など誕生してこないのである。神々の世界は天体に住む成仏心と惑星の中に住む不成仏心に分かれる。成仏心、天体心とは悟りに至った優秀な人間生命のコピー意識を指す。不成仏心、惑星心とは煩悩や迷いを持ったまま亡くなった人のことで仏教でいうところの六道凡夫のことである。また 不浄物心は上位から菅神、中間のケゴ神、魔界の治療神という三種類に分かれている。六道凡夫の中でも特に極悪なものや愚かなものはその生命を魔界に落とされて治療神、魔界神となる。毎年毎年人類の大半のものが魔界へと落とされるために魔界だけが混雑していく。こうした魔界神に対して六道凡夫の中でも量子共有する菅神やケゴ神とは 霊界の番頭、労働作業員という存在で、地上の人間の誕生管理や死後の輪廻循環の背負を焼く神々である。良識はあり、命令された仕事はこなせるが、それ以上の能力を開発できなかった人たちの行き場所が世下神や季語神であり、彼らは神界の奴隷神とも表現できる存在である。千代神、魔界神の場合は、その大半が凍結保存されている身の上だが、 魔界のリーダーたちが、その凍結を解いて、地上の人間たちに悪さを仕掛けていた。なぜそんなことをするのかといえば、悪がなければ、善は誕生せず、罪を犯す人間がいないと、社会は進化していかない、という宇宙法に基づく取り決めだと、津田ナシンがそう語っていた、と書かれています。ケンさんは、流神軍団を指揮して魔界、そして暗躍していたオリオン帝国の退治にも踏み込むこととなります。 途中教育係がシバ神からアマテラス大神であるビシュヌ神と変わってビシュヌ神から霊魂体宇宙人に関する知識を得るとさらに今度は如来界トップのミトラ神からの伝授が始まって攻撃呪文というものを授かるようになりますこのあとケンさんはオリオン帝国の本部に竜神を送り込み皇帝牛医を召喚して後釜として腹神のチジンバーを長官に任命して 創造主の権威を傘にしてオリオン帝国をねじ伏せていくということになるんですがこちらの戦闘の模様については第3章に書かれておりますのでまた次の動画でご紹介していきたいと思います。今日も最後ままでごご覧いいたただきありがとうございました